10ベース2用のケーブル終端抵抗、スカジーターミネータスカジーターミネータ終端抵抗とは、コンピュータ機器や無線機器などで使用するケーブルの末端に取り付ける電子部品。ケーブル末端での信号の不要反射を防ぐために、ケーブル末端の抵抗器により、高周波信号のエネルギーを消費させるもの。取り付けなくても、機器の利用は可能であるが、実際には、 動作が不安定になるなどの問題が発生することが多い。コンピュータ機器では、スカジー機器やイーサネット等で使用され、ターミネータと呼ばれることもある。類似のものとして、トランシーバー等無線送信機の調整時に、アンテナの代わりに無誘導抵抗器を取り付けることがあり、ダミーロードと呼ばれる。特性インピーダンス50オームのものが一般的である。 無線送信機の送信電力がそのまま熱に変換される。終端を解放すれば電流は流れないので安全と考えるのは適切ではない。ケーブルの状態によっては出力機器を短絡した場合と同じ電気的条件になったり異常な高電圧が発生したりする可能性があるため機器を破損する恐れがある。これは送信した電力が 開放弾で反射し送信機に逆流し、破損に至らしめると理解することもできる。このように考えると、ケーブルの長さによらず、終端を開放することは、危険な行為であると言える。製品として、測定器構成、アマチュア無専用の許容入力10ワット程度のものから、放送局等の送信施設に使用する100キロワット以上のものまで各種ある。 連続100ワット、瞬間1キロワット程度までは、自然空冷も可能であるが、それ以上になると強制空冷、揺れもしくは、水冷式になる。ネットワークアナライザのキャリブレーションで50オームの電気標準器として使う。50オームの他にショート、オープンの電気標準器がある。P 型一級自動火災放置設備の感知器を配線するときは、終端部分に0キロオーム程度の抵抗を。 接続することになっている。この抵抗も終端抵抗と呼ばれる。この終端抵抗は電子機器のようなインピーダンス整合のためではなく、感知器への配線が断線した際に、それを自動的に検出するためのものである。ありがとうございます。